そのいとこの方の日記にですね、その時の、ペイ氏と演題を、書いたのが残っていたのを私見せていただくことができました。その中にですね、何人かの方が演説してるんですけれども、共産党は怖いかっていう題で、当時菊池生になっておりました菊池国策というふうに書いてあったんです。私は父の演説なんて全く覚えておりませんけれども、ただその時のやはり演説が千尋さんの心に大変響いたのだと思うんですね。それは父が発言したのは多分こんなことであったろうと想像するのに、共産党が怖いんではなくて、怖いのは絶対的天皇制で多くの人たちを弾圧してきた、でその弾圧を支えてきた治安維持法で、そのことによって小林武史、あるいは長野県出身では伊藤千代子という人もいますのでね、そういう人たちの名前も挙げたかもしれません、そういうたくさんの人たちが殺された、で自分自身もどういう体験をしたかということをおそらく父は話をしたのではないだろうかというふうに思うんです。そして、その後座談会を開きますので、共産党についてもっと知りたい方があったらどうぞ残ってくださいと父が呼びかけたところ、十数人の方が残られて、そこに女性ではたった一人、岩崎千尋さんが残られた。でそれがきっかけになりまして、千尋さんは私のうちに、何回も訪れてくださるようになり、私も大変可愛がって、いただきました。そしておそらくその年の2月か3月だと思うんですけれども、千尋さんは進んで、自ら進んで、私も日本共産党に入りたいので、私の父と母に推薦人になってもらいたいというお話を持ってこられて、もう父や母の方がびっくりしたらしいんですけれども、喜んで推薦人になったんです。千尋さんは、やがて松本善明さんと結婚しますので、松本善明さんは共産党のバリバリの国会議員ですから、だからきっと千尋さんは共産党員なんだろうと多くの方は思っていらっしゃるかもしれませんけれども、ところがどっこい共産党に入られたのは千尋さんの方がずっとずっと前なんですね。敗戦直後にっていうくらいの時期に早くに入って、党歴がずっと長いということになるわけです。で千尋さんは、一番最初に党に入られてやった仕事というのは、その年の4月に行われて女性も参政権を持つようになって、一票投票ができるようになった初めての総選挙の時にポスターを書くという仕事だったんで、書がとっても上手な上に絵が綺麗じゃないですか。もう絶対他党を圧倒するようなスタッフで、紙は大変なんですよ。紙は皆さんもきっとね、養蚕の方もいらっしゃるので、お蚕さんの卵を乗せる蚕座紙とかね、ああいうものとか、もうそういうものでもうボロボロのような紙なんだけれども、絵の具も、ポスターからもろくにないような、そういうところで左議長ですから、左手でパッとこう綺麗な絵を描くというようなことで、それをみんなが、寒い、朝ですね、街頭に張りに出るというような、そういうことがあったようなんです。そして長野県では当時、当選を高倉健さんという方ですか、当選をすることができたんですけれどもね、そういうことで千尋さんはもっと綺麗なポスターをいっぱい描きたい、そんな思いで共産党の主催する芸術学校というのが赤旗の記事に小さく載ったんですけど、それを目ざとく見つけてですね、そして単身上京され共産党の芸術学校に入られて、本当にご苦労されながら絵の勉強をし、人民新聞という記者もし、挿絵も描くという、そういう活動をフル回転でやりながら絵の勉強をされて、その中で松本善明さんと知り合って、今度こそ本当に愛することのできる人、憲法24条結婚というのは両性の合意のみに基づいて結婚できるっていうね、素晴らしい条文がありますけれども、それに基づいて本
当に愛することができる松本ジャミラさんと結婚することができ、そして息子さんの松本武史さんを産むことができるようになったというのが、千尋さん の, この人生なんです。ですから千尋さんが松本善明さんの演説会で応援演説するっていうことはほとんどなかったんですけれども、たまたま私の住んでおります原宿の近くの千駄ヶ谷小学校というところで松本善明さんの演説会が行われた時に、まあ、父も一生懸命出てきて一番前で聞いてたらしいんですけれども、千尋さんが出てきてお話をされたそうなんですね。でそれは善明さんの宣伝をするというよりご自分のことを話された。で私はいろいろ苦労して今子どものためにね、子どもたちの平和と幸せを願って一生懸命絵を描く描きになることができました。とても私はそれを幸せに思っています。実は今この私の人生を切り開いてくれた恩人がここにいますということで、ここにいるって私の父国作を紹介してくださった。もう父はもう泣かんばかりにして家に転げて帰ってきたということを私は聞いているんですけれども、そういう意味で私はやはり父が治安維持法というものがどんなものであるのか、小林武史がどうして殺されたのか、伊勢崎小選挙事件のことを言ったかどうかは分かりませんけれども、その話をしたことがきっかけになって、やはり千尋さんの人生が花開いて、今千尋さんがもう亡くなって30年以上も経ちますけれど、全世界の人々から千尋さんの絵が愛されて、ベトナムでも中国でも韓国でも、アメリカでもですよ、千尋さんの絵は今多くの方々に愛され受け継がれているわけなんですよね。で千尋さんが晩年、亡くなる2年前に残された、言葉があります。こういう言葉なんですね。戦争が終わって初めてなぜ戦争が起きるのかということが学べました。そしてその戦争に反対して牢に入れられた人たちのいたことを知りました。殺された人のいることも知りました。大きい感動を受けました。そしてその方々の人間に対する深い愛と真理を求める心が命を懸けてまでこの戦争に反対させたんだと思いましたという言葉を残しているんです。ここに今日たくさんのご参加のね、この選挙事件に関連された遺族の方々もいらっしゃいますし、まあ、父の、私の兄もおりますし、そしてたくさんの活動、今もここにこうやって頑張ってしてらっしゃる方もいらっしゃいます。武史の思い、その武史の思いというのが千尋さんのこの言葉に本当に私は凝縮されていると思うんですね。それは人間に対する深い愛と真理を求める心、これが命を懸けてまでこの戦争に反対させたということで千尋さんを感動させた。自分の両親は戦争に協力してしまったけれども、でも自分はこの道を行くということで戦後共産党に入られたという意味で言いますと、ここで結びついたのは武史と岩崎千尋を結びつけたものは一体何だったのか、その絆は一体何だったのかというところは、私はまさに人間に対する深い愛と真理を求める心、それこそが武史と千尋を結びつけるものであったと。そして、私の父が偶然にもそれを結びつける役割の一端を果たすことができたということは、私にとっても大きな誇りであり喜びであるということをご報告して、私の話を終わらせていただきます。